伊藤和恵子君、えー、無所属の伊藤和恵子ですよろしくお願いいたしますえまずコーター制の検討と女性の政治参加促進のためのガイドブックの活用について森大臣にお伺いをしたいと思います4月26日政権交代後初めての男女共同参画会議が開かれましたえ男女共同参画会議で配布された資料で IPU 列国会議会同盟の その調査をもとに、辻村美代子議員が作成されましたえ、世界の女性下院議員比率のランキングと選挙制度交代性についてえ、その資料によりますと、え今年の2月1日現在の日本の女性議員の割合が7.92%で、190か国中163位と、さらに後退したことが分かりました。女性議員の比率が高い国は 法的交代制あるいは政党の自発的交代制を取っています。女性の参画が最も遅れている政治分野で、実効性のある施策を打ち出すべきだと考えますが、えー、再度、交代制について検討されるお考えがあるか伺います。えー、加えまして、えー、国連開発計画、UNDP が昨年3月に、政党をより強くするための女性のエンパワーメント、女性の政治参画 促進のためのガイドブックを発行し、今年の3月に内閣府がこれを解約し、UNDP のウェブサイトでも公表されています、それによりますと、約50か国が候補者交代制に関する法律を採択しており、別の30か国の数百の政党が女性について、政党自身の交代制を自発的に採択しているということであります。 また議会の中に女性議員の数が多いほど、議会が女性の問題を取り上げ、議員での男女の力学を変える傾向が強いと述べています。えー、森大臣、法改正や新たな仕組みを作ることも大事ですが、えー、せっかくこのようなガイドブックをツーるに、各政党へ、えー、まあ内閣府が訳して示唆に富む内容が書かれているのですから、このようなガイドブックをツーるに、各政党へ働きかけること、 有意義で効果的だと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。森大臣。はい、えー。糸数委員のご提案のですね、働きかけ、すでに私、行わせて、えー、いただきました。えー、この… 政府政党をより強くするための女性のエンパワーメント、女性の政治参加促進のためのガイドブックというあの国連開発計画、UNDP 作成のですね、内閣府があ役をつけたものをです、ねえー、各政党幹事長にですね、4月25日から始めまして、えー、それぞれ日程が合うときにお届けをし、幹事長 ととでですすねごご意見をを交換をしてきたところでございます社会のあらゆる分野において、指導的地位に占める女性の割合を2020年までに少なくとも30%程度とする政府目標、この達成がですね政治分野において、その金融性が高いにもかかわらず、特に国会議員に占める女性の割合が、 非常に少ないということ、その差はまた各国と比べて拡大傾向にございますので、各党幹事長の方に訪問をいたしまして、そしてこのガイドブックを手渡しまして、党員、役員に占める女性割合や、それから衆議院議員、参議院議員の選挙における女性候補者の割合、また地方公共団体の議会の選挙における女性候補者の割合が高まるように、各政党で、 ポジティブアクションを導入していただけますようにというようなお願いをして、諸外国の事例をです、ね、ガイドブックに書いてありますので、参考にしていただきたいとお願いをしたところでございます。なお、 法律でクォーター制を義務づけることについては、男女共同参画会議基本問題影響調査専門調査会報告書、2012年の12月でございますが、憲法上の平等原則等との関係で、慎重な検討を要すると整理されているところでもありますので、それを参考にしながら、今後もです、ね、前向きにさまざまな取り組みを進めてまいりたいと思っております。糸数慶子君。 えー、まああの実際に今あのいい、えー、ガイドブックができたわけですから具体的に、えー、そのことがあのしっかりと実行されて、えー、女性議員があの増えていくということを私も女性議員としてあのしっかりと増やしていくような努力をしてまいりたいというふうに思っております。えー、それからあの次にですね、えー、先ほど蓮舫議員もあのお気になっていらっしゃいました。えー、実はこの 少子化を招いていてる社会システムこれはあの先ほどの議論をお伺いいたしますと、あの今月の5日付の産経新聞で、政府が少子化対策の一つとして、女性を対象に、これ、過称ですけど、女性手帳の,その導入を検討していることがあの明らかになったということで、これはの医学的に30代前半までの,その妊娠・出産が望ましいことなどを周知して、 晩婚、あるいはその晩餐に歯止めをかけるその狙いだというふうに紹介がされているわけですけど、まあ、あの先ほどの議論を伺っている範囲では、私が伺っていこうとしていること、なかなか先に進まないかなという感触をいただきました。私は今年3月21日のの参議院のこの内閣委員会で 少子化を克服いたしました、そのフランスのさまざまな施策をあのご紹介して、日本の女性たちの出産から子育てのニーズについて、森大臣のご認識を伺いましたえ。もしこの女性手帳、少子化対策として、えー、考えていらっしゃるのであれば、やはり出産計画や体調管理、えー、これはあの政府が関与すべきではない、まあ、あるいはあの先ほどもありましたが、生徒、生殖に関する、 健康とその権利の侵害だという、つまり、リ・プロダクト・タブト・ヘルス・ライツ、これに関するその女性たちの声というのは、今、かなりこのことが済んだらあの大変だという懸念も実はいろんな女性たちからあの伺っております。これはあの少子化は女性たちの知識がないからではなくて、やはりこの少子化傾向というのは、 社会のシステム、それがあのやっぱりこう問題であるということです。まあ、改めて、森大臣のこの少子化の招いている社会システムに対するその認識、そしてこの女性手帳へのご認識をお伺いしたいというふうにあの質問して、えー、まあ通告はしておりましたけれども、まあ、先ほどの状況を伺いますと、やはり私があの求めている、あるいはまた、 これから進んでほしいなという分野には、えー、まだまだその議論が深まってないという感じがあのいたしましたので、まあ、質問を取り下げたいと思いますけれども、ただやはりあの産経新聞の報道の中にもございましたけれども、これはあの内閣府は、えー、経済事情などを理由になかなかその結婚に踏み切れない状況の改善にこの取り組む方針で、えー、新婚夫婦への大胆な 財政支援に乗り出すともあの書かれているわけですが、これはきちんとやれば手帳は必要ではないとか、あるいはその手帳に対する疑問は残るということもあの書かれています、であのネットではあの女性イコール子供を産むものとして、この一律に手帳を配布するということに対するセクシャルマイノリティや、それから生殖機能を失った人などのことを考えてないというその反発もあるわけでして、 まああの大臣とそれから蓮舫委員の先ほどのまあ質疑のやり取りを伺いましたら、やはりあの私たち、女性たちがあの望んでいること、これはあの社会システムをきちんとしていただいて、えー、子どもが女性を産めるような環境をもっと作っていく、そして正規雇用、非正規雇用に対するやはり国の対応の在り方、そのことがあの大きな課題だと思っておりますので、えー、まだまだあのこれはあの議論していくべきだというふうに思います。 えこのことはあの取り作業させてこの質問に関してはあの取り作業させていただきましてえ次の質問に移りたいと思います。えー、次に、えー、質問をさせていただきます。と質問がちょっとあの順序入れ替わりますけれども、まずあの日台漁業協定でこの沖縄の漁民のことを。 今政府がどのような扱いをしようとしているのかお伺いをしたいと思います、えー、今、あの日台漁業協定の締結についてあの政府の見解を改めてお伺いをしたいと思いますが沖縄県をはじめ、県のその漁業関係者のすべてが日本と台湾との間で交わされた漁業協定の見直しを求めています尖閣諸島周辺の漁場は沖縄の漁民の生活の場であるにもかかわらず 今、政府は頭越しに協定を結んでおりますが、政府は見直しに応えようとはしておりません、あの沖縄の漁業の関係者からも、ずいぶん政府に対して見直しをするようにしておりますけれども、この沖縄の漁民の漁場をどのように守っていくつもりなのか、そして漁獲高をどのようにすれば確保できるようになるのか、よりあの具体的にお答えしていただきたいと思います。 水水産産庁庁須須藤藤資資源源管管理理部部長長のでございます、えー、ただいま糸数先生からご質問ございましたあ日体漁業取り決め今回の取り決めにおきましては、えー、漁業実態が複雑でありあかつ日体双方が強い関心を有する海域を適用水域に設定するとと,ともに日体漁業委員会というものを設,立設置しまして 海洋生物資源の合理的な利用や、創業秩序の維持を図るための具体的な措置を協議することといたしてございます。これらによりまして、漁業実態が複雑な当該海域におきまして、海洋生物資源の適切な保存利用や、創業秩序の維持を図るための足がかりが得られたものということを評価してございます。一方、今回の日体漁業取決めの内容につきましては、 沖縄の漁業者をはじめとする関係者の方々から強い反発が出ているということを重く受け止めてございますこのため日大漁業委員会での操業ルールなどに関する協議においては農林水産省といたしましても地元の漁業者の方々の声を受け止めましてしっかりとした協議がなされるように対処してまいりたいと考えてございますままた適用水域の外援におきまして 重要漁場に漁業取締船を集中的に配備いたしまして我が国漁業者の操業に支障がないよう厳正に対処するとともに台湾漁船の違法操業の根絶に全力を挙げて取り組んでまいります今後とも沖縄の漁業者を中心といたします関係者の方々の皆様方の誠意皆様方のご意見に誠意を持ってお聞きし誠意を持って私ども説明をしながら 皆様方の、関係者の方々のおご要望にも誠意を持って対応していくという考えでございます、以上でございます糸数恵子君、えー。ただいまあの、誠意を持って、まあ、対応していくとおっしゃいますけれども、えー、誠意を持って対応していない結果があの事実上、今、起こっておりまして、えー、残念ながら、この沖縄の漁民の思いというのはあの政府に届いていない。 そのこととはっきり申し上げたいと思い思ます次にあの普天間飛行場の移設に関することでありますが、えー、辺野古移設を私は結論から言いますと断念をしていただきたいというふうに申し上げたいと思います。えつまり、この辺野古移設に関しては、埋め立て承認申請書が出ております。 普天間飛行場の移設問題についてでありますが。日米両政府は普天間飛行場の代替施設を。名護市辺野古に建設できるというふうに。あの本当にお考えでしょうか。日米両政府が合意したからといって。県民のこの民意を無視することはあの絶対にできないというふうに思います。あの地元の沖縄タイムスと、それから。琉球朝日放送、このテレビ局は。普天間の返還合意から。今年4月で。 十七年目を迎えたわけですが、その十七年を迎えるにあたり、四月初めに世論調査を行っています。え、なんと、名護市辺野古移設については、反対が七十四点七に達しております。賛成はわずか十五点ゼロに過ぎないのですが、この反対のパーセンテージは、昨年の同時期に沖縄タイムスと、え琉球え、失礼いたしました朝日新聞が行った この世論調査の結果を明らかに上回っています。昨年は反対は66%、賛成は21%でした。この反対の74.7%の数字は、えー、大変大きな数字であり、県民の4人に3人が反対をしている実態にあります。新たな軍事施設など、えー、建設できるわけがないというのが、まあ、県民の思いであります。このの民主主義の国において 四人に三人が反対して、どうして建設が可能なのでしょうか。これ、改めてお伺いをしたいと思います。防衛省山内地方協力局長お答え申し上げます。普天間飛行場は、宜野湾市の中心部に位置し、周囲には住宅や学校などが密接し、その固定化は、絶対避けなければならない。このことにつきましては、政府と沖縄県との共通認識であろうかと思っております。 この普天間飛行場返還のための,玄関の現行の辺野古への移設計画は、昨年4月の2プラス2共同発表におきまして、唯一の有効な解決策であるとの認識を再確認しており、また先般の日米首脳会談や日米防衛相会談におきましても、改めて現行計画を早期に進めることで、認識の一致を見たところでございます。先生ご指摘のように 普天間飛行場の辺野古への移設につきまして沖縄に厳しい声があることは重く受け止めておりますけれども他方一日も早い返還が実現できるよう政府の考え方を丁寧に説明しながら沖縄の皆様のご理解を得るために一歩一歩今後とも努力してまいりたいというふうに考えている次第でございます伊藤和恵子君、はい、あの時間もありませんので一言だけ申し上げたいと思います先ほどの日田漁業協定といいあのただいまの普天間の基地の 辺野古への新設といいえ、残念ながら、いくら丁寧にご説明をして、ご理解を求めますというふうにおっしゃっても、この政府の見解、残念ながら沖縄の県民に私は通用しないと思います。民主主義国家であるならば、どうして民意を尊重しないのか、大きなあの疑問点が残りますが、この議論はまた続けさせていただきたいと思います。以上です ですね